30パークプレイスはニューヨーク市マンハッタン区トライベッカにある超高層ビルである。全高937フィートの82階建てでダウンタウンエリアでは最も高いマンションビルとなる。上層階はマンションになっており、ミッドタウンのスカイラインやニューヨーク港の景色が一望できる。このマンションは全157の入居ユニットを持ち、 各ユニットは一から六ベッドルーム構成となっている。すべてのユニットはパークプレイスに面するマンション専用のロビーに通じている。下層部は百八十九室のフォーシーズンズホテルとなり、すべての客室はビーバークレーストリートに面するロビーへと通じている。デベロッパーは EN シルバースタインプロパティーズ、プロジェクトマネジメントは EN ティッシュマンコンストラクション、設計は ロバート・エームスターン・アーキテクツによる、フォーシーズンズホテルが使用することになっている。2013年5月、シルバースタイン・プロパティーズは、建設資金として6億6000万ドルを調達した。建設は2013年秋に着工された。2015年3月に建設は最長部へと到達し、同年8月に外装と窓の取り付け工事が完了した。 2016年9月19日にホテルの開業式典が開かれた。このビルはコンシェルジュとドアマン、ジム、プール、メディアルーム、児童有機室、ベビーグランドピアノが設置された2階分の吹き抜けのサンルーム、ケータリングキッチンのついたプライベートダイニングが備わる予定である。ありがとうございます。